目を閉じても常に被害者の猿を思わせる歪んだ様相が浮かぶのである。現れるのが何とも禍々しい印象の顔であったから、この世から消えてくれたことを思うと犯人に対して感謝の意を表したいほどだった。人の顔面に諸悪の権化を映したとすれば、きっとクリーブランド在住イノク・ジェイ・ドレッバーのようになるだろう。だが正義は貫かれるべきであり、被害者が悪人だからといって殺人の罪が帳消しになるのではないと私とて分かっていた。それでも考えるほどに同居人の説く毒殺説が突飛に思えてくる。唇を嗅いだのだから、その説に帰着する何かをつかんだのであろう。また毒殺でないとしたら何が死因なのか。何せ外傷も殺効もない。それでいて床にべっとりと付着していた血液は誰のものなのか。争った形跡もなく、被害者は武器も持っていないので犯人に一矢報いようもない。万事問題を解決しない限り、ホームズ、そしてもちろん私もおちおち眠ることができないと、そう感じる。同居人が自信深げに何も言わないままでいるその様は、一切を説明しうる理論をすでにまとめているのだと思わせるものがあった。一方私に至ってはすぐには何なのか当たりもつけられない。同居人の帰りは遅かった。あまりに長いので、行き先は演奏会だけであるまいなと感づいた。姿を現す頃には夕食はもう宅に上がっていた。最高だったと同居人は椅子に座る。知っているか、ダーウィンが音楽について述べたことを。各家に音楽を作りかつ鑑賞する能力は、言語能力の入手以前より人類に備わっていた。ひょっとするとそれが、音楽が我々の金銭に触れる理由なのかもしれん。もこたる記憶、我々の魂の中に世界の幼年期、もやの時代のものが残っている。えらく壮大な話だな、と私。自然を受け止め、解こうとするなら、その話も自然と同じほど大きくなくては。どうした？具合が悪そうだ。ブリクストン通りの事件が答えているか？実を言うとね、アフガンの後、もう少し物事に動じなくなっても良さそうなものなのだが、マイワンドで戦友が切り殺されるのだって平然と見たのにな。なるほど。この事件には想像力を刺激する謎があるからね。想像力なくして恐怖は生まれぬ。勇敢に目は、いや、事件がうまく記事になっている。ただし、あの件には触れていない。男を運ぶ際に結婚指輪が床に落ちたあれだ。好都合だな。どうして？この広告を見たまえ。同様のものを事件直後の今朝、全新聞社に売ったのだ。同居人は新聞を投げて起こしたので、私は言われた箇所に目を下ろした。習得欄の一番目に載っていた。ブリクストン通りにて今朝、飾りのない金の結婚指輪を、居酒屋白鹿亭とホランド並木道の間の道で習得。ベーカー街22-B、ワトソン博士まで。今晩8時から9時の間に来られたし。名前を失敬した。僕を出すとよからぬ灰が気づいて、この事件の邪魔をするやもしれんので。構わんよ。しかし誰かが来ても私は指輪を持っとらんが。
そうだった、渡しておこうと同居人は私に指輪をくれた。見事なものだよ、よくできた複製だ。で、君の予測ではこの広告に誰が来ると？うん、茶褐色の街灯を着た男、あから顔で尖ったつま先の靴を履く例の男だ。もし彼が自ら来なくとも共犯者を送り込んでこよう。犯人はこれを危ないとは思わんのだろうか。さらさら、僕の読みが正しければ、いや、確たる理由があるな。この男は指輪を失うくらいならいかなる危険も犯すだろう。僕の考えでいくと、犯人はドレッパーの死体の間近でかがんだ際に落としたのだが、その時には気づかなかった。家を離れてからなくしたと分かり、急いで戻ったものの、犯人がろうそくをつけたままにするという失敗を犯したため、すでに警察が来てしまっていたのだ。そこで酔いどれを装い、なぜ門前にいるのかという疑惑を弱めようとしたというわけだ。さあ、その男の立場になってみたまえ。この件を考え尽くせば、家を出た後、路上で指輪を落としたのではないかと思えてこよう。そこでどうするか。勇敢を熱心に調べるだろう。拾得物欄に指輪はないか。もちろん男の目はあの記事を捉える。狂気、何故罠が待ち受けると？犯人とて指輪と殺人が結びつくなど思いもしない。来る、来たくなる。1時間以内にあの男をお目にかかれる寸法だ。来た後は？ああ、後のことは僕に処置を任せてもらって構わない。武器は持ってるか？軍用の古いリボルバーと弾が少し。手入れをして弾を込めておいた方がよかろう。男が自暴自棄になるやも。不意をつくつもりだが、何事にも備えねば。私は寝室へ行き、忠告に従った。拳銃を手に戻ってくると、卓上は片付けられ、ホームズは趣味のバイオリンを一心に書き鳴らしていた。筋が込み入ってきたと私が入るなり言ってくる。アメリカへ打った電報の返事がここにある。僕の読みは当たっていたようだ。して、それはと熱心に聞いたのだが、ゲームを新しくした方がいいかもしれない。拳銃は懐に。男が来たら普通に話しかける。最後は僕に任せてくれればいい。睨みつけて男を怖がらせぬように。8時ちょうどだ、と私は腕時計をちらりと見た。うん、おそらくもう現れるだろう。扉をわずかに開けて、そう、それと鍵を内側から差しておくんだ。ご苦労。